ああ、明けましておめでとうございます。田中パロ純一です。今年もよろしくお願いします。まあ、この動画出すということはいい報告ができるんじゃないかと皆さん期待してもらってると思うんですが、何もありません。なんで何もないねん。ちゃんとせえ俺。まあちゃんとせえっていうことなんですけどね。まあそこに与柱神社がありますね。与柱神社があるんですけど、まあ交番しか映らんか。与柱神社があるんですよ。そこで、願いは一つ、ちょっと願い事してきましたわ。後ろは気にしないでください。こう縄手通りというね、有名な松本の観光地です。またぜひ皆さんも来てほしいなと思います。まあこのね、僕よく着てるこの P のパーカー、皆さん届きましたか？皆さんありがとうございます。まあ年末出そうと思ってた動画のちょっといろいろあって出せなかったんで、それとつなげてこの動画を皆さんに見てもらおうかなと思って今動画撮ってます。この後の動画、年末のまとめという感じの動画ですかね、一緒に見てほしいなと思います。ぜひご覧ください。どうぞ。ニートだからドキドキが止まらない。チーム決まりますよね。どう、田中パウロ純一です。これ来た、やっと届いたぜ。やっと届きました。僕もね、届きまして、今回一応かぶってるんですけどね、僕の帽子でね、こう P のねパーカー、やっと僕も届きました。皆さん遅れて申し訳ございませんでした。僕はこれね、今 3XL 着てるんですけど、でかめね。皆さんね、本当にパーカー買っていただいてありがとうございます。長袖もね、ありがとうございます。皆さんのおかげで150着売れました。とんでもない数字です。でこの収益については後日イベントまだないんですけど、イベントを開催しようと思ってるんで、まあその時にまた報告させていただきます。まあその前になんですけど、まあ今シーズンね、皆さんのおかげですごく頑張ることができましたというのは、まあ前も伝えたと思うんですけど、まあその振り返りというか、山鹿で2シーズンあって、まあ、なかなか苦しいシーズンでした僕にとってね。試合もね出れずにスタメンで出ることがなかなか少なかったんですけど、まあ今年についてはまあ10試合しか出れなかったんですよ。まあそれはまあ苦しいもんではありましたけど、皆さんのおかげで頑張ることができましたし、まあ10試合の中で6ゴール2アシストできたっていうのは、まあ自分にとっては与えてもらえたチャンスの中で頑張れたんじゃないかなと思ってて、練習とかいろんなものを通じて、まあ精一杯やった結果というか、これ以上ない結果を出すことができたので、皆さんにすごく感謝してます。ありがとうございます。なんか気になるこれ、なんか舌噛んだから顔めくれてんねん、舌の皮が。痛いなこれ。映ってるやん、ちょっと。この年になってくると、まあ皆さんがすごい頑張れ頑張れとか応援してるとか、苦しい時も僕が試合出てない時もパウロ必要だよとか言ってくれることによって、あ、僕ってやっぱり頑張って試合出て、必要だってことを、皆さんにそのパワーを恩返しするんだという気持ちがすごく強くなりました。まあ、特にこの山が来てからね、特にまあ年齢っていうのもありますし、試合で出なくて苦しかったっていうのもあるんで、皆さんに恩返ししたいなという気持ちに なりました。そのおかげで試合にも最後の方出れたと思います。まあ来年なんですけど、まあまだ決まってません。年末までに決めて皆さんに報告したかったんですけど、まあ僕の歳もありますし、まあ、YouTube やっておちゃらけやと思われてるところもありますし、まあそういう、まあいろんな面でね、なかなか決まらなかったんですけど、ちょっと不安にさせちゃったかもしれない。でも皆さん安心しててください。これからもね、頑張っていきたいと思ってますし、まあ、サッカーで、来年もどこかのチームでチャレンジしたいなと思ってるんで、皆さんぜひこれからの僕にも期待してほしいなと思います。また決まった時にはしっかり報告させていただきます。皆さんパーカーなんですけど、150着って本当にすごいことで、なんかパワー湧くというか、みんなこんなに僕のことを応援してくれてるんだとか、まあ、そういう気持ちで勝手に受け取ってます。ありがとうございます。また新しいものを出していけたらいいなと思ってます。その前にやん。その前に謝らなあかんことあるやろ。すいません。大幅に皆さんにお届けする時間が遅れてしまいました。大変申し訳ございませんでした。本当に申し訳ございません。ただね、僕にも聞いてほしい。僕もこれね、最近届いたばっかりなんですよ。最近届いたばっかで、今日 XL? 今日30日これ撮ってるんですけど、30日の、これいつ届くんやろっていう感じですね。30日の夜に届くんかな。
30日に届くって言われたんですけど、まだ届いてません。まあ、それぐらい僕も、僕自身も、なかなか切れない立場にいたんで、大変それは申し訳ございません。だからね、僕もね、届いたばっかりで、不良品なんですよ、これ。これ。P の裏、こんなんなってる人いると思うんですよ。こうなってる人は皆さん、新しいのに変えるんで、ぜひこれを返品してください。返品すると、新しく綺麗なものが届きますので、皆さんぜひ、僕のオールプラスの URL 下に概要欄に貼っとくんで、こういう不良品があった人は、皆さんぜひ新しいものと交換してください。それは本当に僕たちのミスなんで、大変申し訳ございません。大幅に遅れたことと不良品があったことに対して、お詫び申し上げます。お詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。僕はね、もうこれ、もう間に合わないというか、僕も家帰る、実家帰るときにも間に合わないんで、もう僕は、僕の場合はもうもぎ取るだけなんですけど、それはちょっとね、皆さんにとってあかんと思う。もっといいものを皆さんに届けたいと思ってたんで、ぜひ、オールプラスで、不良品というか、ちょっとなんか、変だなと思う人は、オールプラスでお問い合わせしてほしいなと思います。はい、ということで、この動画は終わりとなるんですが、最後に一つ言わせていただきたいなと思ってます。この YouTube とか、他に SNS とか、まあ、いろいろ僕は力を入れてやってるんですけど、なぜ、サッカー以外のところにも力を入れてるかというと、やっぱり応援してくれてる、応援してくださってる方々をもっと増やしたい。知名度をもっと上げたい。あとは、その人たち、みんなに楽しんでもらいたい。いろいろあるんですけど、やっぱり僕の先輩である村田和也選手、ビアベンテン滋賀という、滋賀で J リーグを作るという、とんでもない偉業を成し遂げようとしてる方がいらっしゃいます、村田和也さんね。まあその方にインスピレーションを受けたというか、僕がレノファ山口の時に、コロナで皆さんがね、家からね、出れないとかね、隔離するとか、そういう時期があったと思うんですけど、まあその時にね、何か、楽しんでもらいたいとか、チームの SNS とかも稼働できなくなっちゃった時期だと思うんで、まあそういう時に、まあ僕は何かして皆さんに楽しんでもらいたいという気持ちで始めたのが、いろんな人に応援してもらえるというのはすごく感じましたし、僕はその収益を使って、レノファ山口時代は、レノファの試合を見たことない子供たちを招待して、試合を見てもらって、いろいろ感じてもらうものを作るきっかけを作ってもらえたり、そういうことがあったんで、僕は辞めれないなと思って、これをやってます。まあ、これからのチームで、こういう SNS とか YouTube とか、あんまり良くないと思ってるチームあると思うんで、まあ、その場合、ちょっと控えなくちゃいけない時もあると思うんですけど、これから、まあ、そういうのがなければ、ぜひ皆さんに楽しんでもらえるためとか、いろんな子供たちに夢を与えたり、いろんなものを感じてもらうために、これからも続けていきたいなと思ってます。まあ僕にとってはこの J リーグというものは子供の頃の夢でありましたし、これがなければ、この J リーグがなければ、僕は頑張るものがなかったというぐらい、子供の時はサッカーにのめり込んでました。何かを感じさせるっていうのは、やっぱり僕たち J リーガーにとって必要なことであって、今 J リーガーちゃうけどね、今は J リーガーじゃない、今、チューブラリンですけど。サッカー選手としてなんか子供たちになんかね感じてもらうっていうのはすごい大事なことだなと思ってるんで、これからもぜひ続けていきたいなと思ってます。なかなかね僕みたいな選手はまあ賛否いろいろあるんですけど、こうやってねこの画面の向こうで応援してくださる皆さんがいることで僕は成立しています。皆さんの応援が僕の力になります。これからもよろしくお願いします。いい報告できるように頑張ります。